ブロックバスターは、工業的に大きな成功を収めた作品を指す用語。主に使用されるのは、長編映画に対してだが、他のメディア作品でも使用されることがある。語源になったとされるブロックバスター爆弾この用語は1940年代初頭に、アメリカ合衆国の新聞で登場し、都市の一ブロックを破壊する威力を持つ爆弾を指す、用語として用いられた。映画用語として、 初めて使用されたのは1943年5月でバラエティ師とモーションピクチャーヘラルドがボンバーライダー、世紀のトップガンをすべてのアクションスリラー、サービスショーのブロックバスターと宣伝している。1944年にはドキュメンタリー映画ビズ・ザ・マリーンズ・アット・タラワをニトンブロックバスターのように心を打つと宣伝している。ブロックバスターが 映画用語として使用されるようになった由来については複数の説が存在する。一つは映画スタジオが複数の作品フィルムを劇場に売り付けるブロックブッキングに由来するという説であるがブロックブッキングはブロックバスターが映画用語として定着する以前の1948年に非合法化されている。もう一つは映画雑誌がヒット作の人気を表すため 街のブロック周辺に並ぶ長蛇の列のイラストを頻繁に掲載していたことに由来するという説であるが、実際にはブロックバスターがこのような意味合いで用いられたことはない。ブロックバスターはブロックバスター爆弾の威力を引き合いに出した広報担当者によって最初に用いられ、これ以降の映画雑誌が大ヒットの可能性のある作品に対してブロックバスターと表現するようになった。 1943年から1944年にかけてブロックバスターはバターン、祝助と原骨、ブラジルなどの映画に対して用いられた。一時期、第二次世界大戦の余波で使用されなくなるが、戦争終結後の1948年にバラエティ誌で大規模予算映画の特集記事で再びブロックバスターが用いられるようになった。 1950年代初頭までに、ブロックバスターは映画業界と映画雑誌において大スペクタクル、大スケール、巨額の予算が投じられ、かつ工業的な大ヒットを記録する可能性のある作品を指す用語として定着した。1950年12月に、デイリー・ミラーはサムソンとデリラを工業的なブロックバスターを記録する可能性があると記載し、 1951年11月には、バラエティ師が、クオバディスを、ブロックバスター、工業パフォーマンスは、国民の創生と、風と共に去りぬに引けを取らないものであり、すべての意味において、スーパースペクタクルであると批評している。バックトゥ・ザ・フューチャーでのパートに上映会に並ぶ人々1975年に、スティーブン・スピルバーグの、ジョーズで、ブロックバスターの用語が使用された。 同作は、テンポの速さ、刺激的な娯楽性、劇場外での関心と、口コミからリピーターを生むなど、従来の映画とは異なる新しい文化現象を生み出した。同作は、ブロックバスター時代最初の映画であり、ブロックバスター映画というジャンルを確立させた、記念碑的作品とされている。2年後の1977年に公開された、スターウォーズエピソード4。 新たなる希望は、ジョーズの工業成績を塗り替え、1年以上のロングランを記録した。両作の成功後、ハリウッドのプロデューサーたちは、両作のような商業的魅力を持つイベント映画の制作を目指し、制作会社は大予算映画にグリーンライトを出すようになり、劇場公開のために大規模な宣伝活動を行うようになった。両作は、 サマーブロックバスター映画の原型とされており、大手映画スタジオと配給会社は大規模公開が行われる7月4日までの間に年間マーケティング戦略を練るようになった。その後15年間にわたり、エイリアン、エイリアン2、インディ・ジョーンズシリーズ、E.T., ゴーストバスターズ、ビバリー・ヒルズ・コップ、バック・トゥ・ザ・フューチャーシリーズ、トップガン、ダイ・ハード、バットマン、バットマン・リターンズ、 レッド・オクトーバーを終え、などの高品質のブロックバスター映画が制作された。しかし、映画業界がブロックバスター映画の制作に力を入れるようになったことに対して一部の批評家や映画制作者からブロックバスターメンタリティへの批判が起こり、アメリカニューシネマ時代の作家主導のより芸術的な小規模映画の死を嘆いた。映画視野のピーター・ビィスキンドは、 すべての映画スタジオが求めていたのは別の上手であり、制作コストが上昇することでリスクを背負う気概が減少し、そのため消費市場における最小公文母に基づいたブロックバスター映画が制作されるようになったと指摘している。また、クリス・アンダーソンは著作ロングテールの中でヒットが期待される映画だけが幅を利かせるヒット志向の社会は 実際には限られた世界であると主張している。ありがとうございます。